すごいな、さすがマジョ。もうちょっと強えな。本当に。え、じゃあ。もうちょっと強え。次の対決でございます。次の対決はゴージャスさんがすごい得意ですから。はい。え、本当ですか。そうなんですよ。こちらうろ覚えお絵かき対決。やったー。はい。イエス。そちらですよ。ある絵のお題を出題しますので、制限時間1分以内に自分の記憶だけを頼りに書いてください。より実物に近く描けた方の勝ちです。判定はディレクターが下します。絵心はどうなんですか？なんかそれがあまりないとみんなからは言われ、あら、でもそのなささが可愛い方向なんですよ。本当に本当に可愛い、ね、どうなんでしょうね。ちょっとこれ心配なコーナーです。それも楽しみにちょっとしていきましょうかね。じゃあお題を発表いたします。じゃじゃじゃん、スターバックスのロゴ。わ、ダメだ。ちょっといいですか、ちょっといいですか。何ですか。私スターバックスでバイトしてましたよ。もうダメだ。渋谷のオルガン坂店、もう今ないですけど、ね、じゃあもう完璧ですね。本当にいける、うん、ちゃんとそっか、ね、シロップとかもこうやって、すごい。え、ちょっとスタバで確かにアルバイトって、ね、素敵ですね。おしゃれ、うん、おしゃれ。渋谷それがちょっとなんかそれをなんかすごい入れてる。田舎者の渋谷だったんですよし、はい、1分ですからね。よし、行きましょう。いきますよ、よーい、スタート。本当にどうしよう、わからない。スターバックスってまず何のモチーフだったかもわかんない。どうしよう。なんかでもなんか私のイメージはなんか鳥だったんですよね。鳥だっけ。え、鳥だっけ。なんか鳥じゃない。え、嘘。じゃああれは私が間違ってるのかもしれない。あ、そうだそうだ、目がなんかちょっとあ、そうだ、鼻が高い女の人かな。鼻が高い。え、そうだっけ。女の人だったような気はするんだよね。で、なんかすごい英字がすごいね、こう丸の周りになんかどうやって表現すればいいんだろう、あのロゴを。でもなんかこういうなんかこんな、はい、終了。わかんないよ。でもニュアンス、こんなだった。よし、勝ったな。いや、これスターバックスか。じゃあちょっと一斉にオープンしてみましょう。はい、せーの、ドン。なんでなんでなんで。え、ゴンタク。ちょっと待って。ちょっと待って。僕のボケを超える。超える。この間、え、待って、え、ウーパーランパー。いや、でもなんかこういうちょっと髪が長い女の人でこうちょっと目がこうなんていうんですかね。ちょっと、そうだね。ちょっと名誉のためにちょっと。え、なんでですか。でも。ちょっと正解がわからないので、正解ちょうだい。ちょっと、何違う、これ別にゴージャさんが捨てて、別にいいんだよこれ。なんだこれ。ゴーストバスターズのロゴってどういうのだっけなって思い出そうと思ったけど関係ないですよ、本当にちょっと、じゃあ正解ちょうだい。正解はこちらです。じゃじゃん、女性で。わー、なんか言ってることはちょっと合ってる感じ、あった、うん、表現の仕方がですか。ちょっと絵の表現が、えあ、でもなんかここを円にすればもうなんかそう、ほぼそうな感じはある。え、ちょっと全然似てない、正直。正直全然似てない、本当に悪いけど全然似てない、全然似てないよ、本当に。全然似てない、全然似てない、全然似てないよ。ボケが気持ち悪い。なんだよ、悪いことよ。ボケが気持ち悪い。何？いやー、お前もらってね、くれるなんてね。本当に本当に。天使だね。それも。いや、でも難しいですね。ちなみにこれ何だったんですか？これこれ、ゴーストバスターズのね、あのロゴをね。そうですね。こういうのがあるんです。そっか、あえて書いてくださったんですね。違う違う違う、そういうんじゃない、そういうんじゃない、そういうんじゃない。あえてね、もう書いてくださった。リー、ジャッジ。はい。もちろん、これ
の、うん、なので多分分かってると思うんですけど、あの自腹なんですよ、うん、大丈夫ですか、大丈夫そんな心配までしてくれるなんて、やばい、いやちょっと